あ、取らないでもらって。ああ。あんま背景よろしくない。いや、確かに。あんまや。あんまでも。アウト。使える？大丈夫？多分こんぐらいだったらいけますね。始まったよ。始まったよ。って言ってね、まあ。こんにちは。めっちゃ隠れた。よし、こんにちは。これは。これは。蹴らないで足取ったら。ああ、ごめんなさい。すいませんね。痛い。そうですね。大丈夫だったっけ？めっちゃ痛かったっす。嘘つけ。もう始まってんだよ。あとで小競り合いしてくれよ。こんにちは。あれコメント固定してほしい。舞台ビッグ3なチケット先行本日まで。すごい。すごい。なんかマネージャーさんの携帯だから。すごい。マネージャーさんの携帯だけど、キーボードっていうのこれ、文字打つとこが背景がもうごちゃごちゃしすぎて、すごいなこれ。どこに文字ついてる。サングラスにニューラン。すごいな。リックじゃないや、ピックっすね。ピック3ピック欲しい。白星。これは大文字ですよね。うん。じゃあ皆さんにちょっとこの回に説明するとですね、はいはい、舞台ピック3という、タイトルの舞台に僕と海星と高秀の3人で、はい、出演させていただきます。それが、期間が1月27日から、2月5日、はい、海星のね誕生日の公演も、ね、含まれてるこの舞台なんですけども、はい、それの、チケット選考、チケット選考ですね、が今日の今日夜まで、はい、今日夜まで23時とかだった気がします。これ固定します。舞台ピックしかもね、今日はねいい日なんですよ。確か縁起がいい日で。そうなの？はい。何の日？大安の日で、今日申し込むと当たる確率多分高いです。これね、はい、そう、舞台ピック3チケット宝くじは、じゃあ宝くじもやってほしいけど、チケット、ね、舞台のチケットをやってほしいの、はい、いいんだよね。そう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 ピック3、ピック3、どうしたの？パンツ忘れた。うわ臭いのパンツ忘れた。そもそも買いのパンツ、それどう拾ったらいいね。どうしたどうした、替えのパンツ持ってきてな。みんな、いや見に来てくださる方多いんじゃない。昨日かな、ゲーム配信してる時に、うん、結構いらっしゃいましたよ。あ、マジ？はい、ほぼ嬉しい。何人、500人ぐらい見てくれてたんですけど、うん、あの500人来てくれた。マジで、マジで絶対やね。いや、もう俺はもう、はい、約束したんで500人の人ね。まあでもそれでかいっすね、500人全員来てくる。一公演だけはもう満席。確かに。うん、確かに、ね。まだその人たちが何公演来るかってことにも、ね、関係してきますけど。本当お願いします。いやまあでも1日でもいいんでね、本当に多くの方に見に来てほしいですね。そうだね。ちょっとストーリーのあらすじに関しては海星が上手いんで。確かに。一番説明が上手い。一番説明が上手だから。どうする？まあまあ主人公となる、まあ僕ら3人なんですけど、うん、もう一人あの大の字の方が、教師役なんです、はい、まあ舞台は小学校6年生が主な舞台で、まあ皆さんも小学校6年生なんてね、こう皆さんも経験されてると思いますけど、無邪気に遊んで友達との時間が一番で、このまま大きくなって幸せになろう、なれるだろうっていう、まあ光しか見えない時期ですよね。はいはいはい。の3人が大人になり、うん、なぜかうまくいかず、まあ、なぜかね、お互いまあ違う社会に出てですね、3人とも、うん、まあ頑張ってるんですけども、うん、なかなかうまくいかず、どうしたらいいねんってもがき苦しんでる時に、うん、とある出来事が起きます。お前か、はい、それをきっかけにまあこの3人がまた集まりまして、うん、あの時はこうだったよねっていう話をしながら、まあ今の自分を置き換えて、うん、未来にどう進んでいくかっていうストーリーなんですけども、うーん、相変わらず上手ないですね。まあ、あんまりね言いたいことが言えないんで大まかにしか言えないんですけど、こんな感じです。上手、多分こっから先も求められること多くなるから、その度に上手くなってくるな。あらすじ説明が、そうですね。だから同窓会とか行く気分で見に来てほしいなと思いますね。でも結構ね、プロットの段階では笑い
あり、うん、まあもう小学6年生っていう設定の時点でね、うん、まあもうふざけてるというか結構ユーモアあふれる。だから舞台の最初の説明の時も、はい、結構その前半コメディ、うん、後半感動系にしたいっていうふうに ね、 言ってましたね。あのスタッフさんと話し合いをしまして、あの僕ら3人がやるからこそちょっとねコメディ要素もありつつ、うん、で最後はちゃんとあのほろっと泣けて、あ、来てよかったなとね思えるような舞台にしたいなと。スーさんは何役だっけ？そうですね、僕はポー役です。ポー、ポー、ポー君、ポー君なんですけど、うん、まあねちょっと本当にこのでも新しいですね、なんかこういうなんかエターナルとはまた違って盾もないし、うん、もう本当になんか自分たちのそのなんだろうな、まあ一人正直2役みたいなもんじゃないですか。だって小学生やったりとか、ね、大人の役やったりとかっていう、なんかすごいあの多分まあ台本とか来てまた読んだらと思うんですけど、すごいなんか自分自身にもなんか思うことありそうだなとか、うん、この舞台としてまたなんかいいなんか経験というか成長できそうだなっていうのは今の段階でも感じてるんで、すごい自分自身も楽しみですしね。なんかさっきも言いましたけど、より多くの方に見ていただいて、うん、しっかりとねなんか伝わっていただければなと思います。まあちょっと先なんでね、はい、スケジュールと多分難しいと思うんですけど、確かに年始ね、はい、ぜひ。もうだって2023になってるってことだもん、ね、そうです。お正月休みももう1月27やったらもう、ね、正月も結構もう抜けてるでしょう。さすがにね、早いな1年。厳しいよ。早いよね、うん。去年何してたの？この時期。この時期？あ、年末ってことですか？年末何？こういうの写真見たら思い出す。去年なんだったっけ？何しましたっけ？っていうの。いやだから1年早いようで長いんですよこれ。この時期？幕張とかやってなかった？リブートの。ああ。リブートの方か。うん。ファイナル幕張だったんじゃなかった？でもなんか幕張でね、確かにこれは寒い時期にやったんだよね、11月ですよね。あ、分かる分かる、なんかすごい乾燥してた時期だった気がする。あ、リブートこれだ、2021年の。なんとびっくりすること言っていいですか、うん、1年前ちょうどパフォーマンス DNA を撮ってました。うっ、おーそっか、デビュー日にアルバムが出るからっつって、はい、そうですよ、11月は。本当だ、11月20とかだってレイオブライトすんの。そう考えるとやっぱ1年長いんですよ、うん、うんうんうん、うん、あ、ちょっと待ってよ、コメントで、かわいい、ありがとうございます。ケンタさん、ケンタさん書いたの。かわいい、ケンタ3でっかいし、ピーちっちゃいし、なんか小学6年生って感じ、ちょうどいいクオリティの。ありがとう。しかもこれこっち向きなんで逆向きになるんですよね。かわいい、かわいい、すごいすごい、ケンタさんが書いてくれましたこれ、ビッグ3、ビッグ3、3人のサイン書いて FC の方抽選で1名応募してくれた方に、応募してくれた方に1名いるかな、こんなペラペラの画用を攻めてな、色紙とかやったらもうちょいなんか硬い紙で、はい、クオリティもクオリティも郵送する段階くしゃくしゃなんですけど、いるこれ皆さん。いやいいですね、でもそうです、メインビジュアルもねもうちょいで解禁に、はい、そうですね、スーさんの、スーさんのね、いやーかわいいっすよ、かわいい、はい、エソロも確認した、あ、確認しました、エソロどうやったの、あ、かわいいっすよなんかちょっとやっぱあのね、はい、まあ、役としてのポー、ポー、もう鈴木孝英じゃないもんね、はい、ポーとして、あれポーですからもう、はい、またポーって名前分かってるよね。いや、さすがっすね、やっぱこう脚本家の方とか、まあ、やっぱねすごいと思いますよ、本当にポーって感じするもんな、うん、ポーって感じもするし辻って感じもするし、確かに確かに、スーさんすごいな、いろいろ、うん、すごいですけど、最終じゃなくて普通の名前なんて、あれ普通の名前、僕は武田敦夢ですね、
武田厚夢です。何ヒデだったっけな、なんかでもなんか一人一人あれなんですよね、自分たちの文字を取ってる。あ、そうです、そう。俺玉川お前玉川翔太だね。玉川ほんまにちょっと翔太だね。玉ちゃんっすね。玉ちゃんだ。玉川さん、玉ちゃん、いや、ああ、ほんとだ、玉川やんな。はい、玉川ですね。横山秀人。秀夫です。秀夫ね、惜しい、惜しいな。秀夫にしたらええよ。秀夫はもう今からでも間に合うよ。全然もう言ったろか、もうたくさんに言おう。そうなんで、どうしても秀夫じゃないか。秀夫がお父さんの名前で熱い男やな。いやいいっすね。ポーはどっからポーになったんやろな。だって横、いや、まあ横山の秀と、なんでポーになった、なんだっけ、なんかポンコツ、確かポンコツでポーって確かそうです。結構かわいそうやな。あ、だったと思う。確かポンコツのポー、うん、ポンコツって書いてたような気がする。その、まあ、なんかちょっと一個違うなんか考えとかなんか書いてある。それがニックネームになったん、ポンコツだからポーって。確かそうです。もうちょっといや、多分スタッフさんとか皆さんも多分ふざけに来てますね、ここまで行ったら。いや、でもめっちゃいいと思います。いや、ちょっとほんまにもうめっちゃ適当に言ったやろ今。うん、めっちゃふざけちゃって、でもめっちゃいいと思います。思ってそう。いやいやいや、本当にいいと思います。あれ、おいちょ、ワンちゃん、でも面白い、ここ全員同い年じゃないんで。でも同い年の役なんで、うん、新鮮だと思いますよ。確かに身長もね、綺麗に階段やからな。うん、どうなんねやろな。ほんまに僕らもまだあんま分かってないっす、正直。うん、まあ、何も分からない。うん、まあ、でもね、ランドセルとかしちゃうのかな。いや、でもそこまでやらんのかな。いや、背負うんじゃないですか、小6なんで。あ、入る、分かりやすいですもん。パチ切れるんちゃうかね。川やで、でも川いける。パチか、特注で作ってもらうじゃないですか、ね、体用いいよね。ぼちぼち台本欲しいな。確かに。すいません、これ見てるスタッフさん、あの台本、台本ないそろそろ、あの、はい、ぼちぼちですね、もう12月入るから、はい、僕らあのライブとかも結構あるんで、はい、できればいただきたいなと思うんですけど、ね、すいません、まあ、イベントとかあったりします。開けたら助かりますね。まあ、合間でね、あの読むことなんてできるんで、僕たちも、はい、そうですね、お願いします。広い帽子かぶってるし、あ、え、かぶってた小学校の時。いや、かぶってないですよ。かぶってない。小学校の時って私服もうランドセルじゃなくてもいいんですよ。1、2年ぐらいはかぶってたんですよ。そうだよね、ランドセルじゃなくていいんですよ。私服で、うん、私服で。俺あれやってたな、プーマのさ、斜め掛けのエナメル。あー、エナメル、はいはいはい、あったあった。あれめっちゃさ人気じゃなかった。ありました、ありました。僕も使ってましたもん、だって、はい、めっちゃこう短く紐やって、そうそうそう、うんうん、この辺に縛ってるやつは結構なんかやんちゃな人とか、うん、野球部とかがさ、ね、ツパツでこうやって、あとあれ多くなかった、ダンサーとかにさ、トミーのさ、ボストン、あーあー、いた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 、トミーのボストンの、ちょっと丸型のやつ、ね、そうあの、いたいたいた、あったわ、あれかな、懐かしい。6年生だから、なんか翔吾さんとかはなんか茶色いランドセルとか背負ってそうですね。あの、あ、優等生だから、よく学校に1人か2人はいる。はいはいはい、確かに。ちょっとボンボンそうな感じ、ね、そうえ、ガチのさ、ランドセルの色何やったみんな。黒、黒黒でした。黒、はい、お下がりなんで、僕もお下がりでした。近所の方のお下がり、僕お兄ちゃんお下がりでしたね。何でした。俺あれ革じゃなくてエナメルのやつで、なんか紺色みたいな。かっこいい。やっぱほら、やっぱそういうことだ。じゃあね、エナメルの方が安い。あ、そうなの。でも絶対かっこいいですよね、エナメルの方が。かっこいいと思う。うん、なんかおしゃれ。でも今のランドセルってすごいらしいな。もうあの色ってことですか。色もそうやし、軽なってんねんね。めっちゃ重かったな。天使の羽とかじゃないってことですか。もう前までさ、川っていうかさ、はい、まあ、川でガッチリしてたやん、はいはいはい、ガチャンみたいなさ、うん、あの携帯で言うたらさ、
仁さんがいつもさ、手下げのやつ、はいはいはい、手下げって感じ、ああはい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 、あのタイプのランドセルとか、へえ、めっちゃ軽いね、軽そう、身長伸びそうですね、なんか俺らなんか確かにこう押さえつけられて、成長期なのにさ押さえつけられて学校行ってたなって今思ったら身長伸びそうやな、それしかもワクワクしてたのにな、2年ぐらいしたら、え、小6の時の思い出のエピソードとかないっすか、小6、いや俺はあるんですよ、俺もある、あスーさんが出次第、出次第、あでもあります、はいはい、じゃんじゃんけんで勝った人から、はい、最初グーじゃんけん、はい、最初グーじゃんけん、はい、これからもうちょうどこの、まあでもこれ最後の結構プレッシャー落ちるよね、そうね、僕は卒業式か、卒業式の時に歌歌うじゃないですか、うん、でまあ僕歌好きなんですよ、うん、歌うことも聞くことも、うん、まあ小学校6年生なんでその何ハモリとかもないですし、まあソプラノアルトとか分かれますけど、まあ全力で歌ってたわけですよね、卒業式に向けて、したらなぜか、まあ、男子女の子男の子で別れてたんですけど、うん、僕だけサイドが女の子になったんですよ、うん、なぜかね、うん、分かんないですけど全力で歌ってるんですけど、うん、で卒業式の日に、うん、それが判明しまして、うん、先生から隣の子に合わせて歌ってみって言われたんですね、うん、あなるほどと、俺は音を外してたんだと思って隣の子を意識して歌うようになったんですけど、うん、その隣の子がもう優等生なんです、いわゆるお父さんお母さんも音楽の方で出身でみたいな、もう音楽一家みたいな方が隣にいたんですけど、その一人から卒業式の日ですよ、うん、本番日ですよ、うん、全力で歌ってたらそれに紛れて歌わないで辛えるそっから僕は口パクで泣いてましたねなるほどね、そっから僕は音痴っていうのを気づいて、そこで自覚した、自覚してしまったんです、だから中学の卒業式も歌ってないですね、ああでも確かにさ、その気になってたやん、うん、その改正がとかじゃないよ、うんうん、音痴の人ってどのタイミングで自分が音痴って気づくのか、いやそう気づかないんですよ、な自分では いけてる、そうそうそう、僕ももういやもう綺麗にドンピシャでハマってると思ってたら、うん、だいぶ離れてたらしいです、人にやっぱ指摘されるね、言われたら分かる、でももうそこからは自信がなくなるんで、うん、歌えなくなるんですよ、ああちょっともう怖いというか、そうそうそう、トラウマじゃないけど、そうそうそう、だから周りにもし音痴やなって思う方がいたら、うんうん、優しく言ってあげた方がいいかもですね、ああね、うん、なんて声かけるやろうな、いやな僕やなあ、なあ、うーん、でも小6っすもんね、そうだよ、ね、そう、めっちゃ覚えてんだよ、言葉とか別に選ぶとかないっすもんね、そうだよね、うん、考えるあれとかもなんだろうな、なんだろうな難しいな、そう思うと、うん、一緒に練習するとかならあワンチャン、確かにな、そう、おもろいんですよこれ、めっちゃ覚えてますね、それがだから小6の思いですね、めっちゃカッチリして何綺麗に決めていったのにむちゃ口パクで歌うっていう、おろにげ、でもまあまあまあそれをきっかけにね、うん、今恥かいてないんで、いやいいっすよ、なるほどね、いい思い出なのか、まあ、うん、全然俺の中ではいい思い出、いい思い出ではない、いい思い出、いい思い 出、うん、いい思い出、よかったです、俺はね、まだ今からしたらね、小学6年生で初めて髪の毛を染めてみたの、え、やんちゃっていうのも、小学5年生の時に、はい、銀河鉄道999とチューチューテンの MV に出たの、出たな、はい、で小学6年です、その翌年だから、うん、で翌年がパーフェクトイヤーだったのね、2009かな、はい、でドームツアーをエグザイルさんがやるってなって、はい、でまあその全国こうキッズダンサーとして回りますみたいな時に、うん、夏休みの期間とかぶってて、はい、そのツアー期間がだからその夏休みの時にでも全部こう染めるのはちょっと勇気がなかったの、はい、
だから確かメッシュみたいな感じなんだけど、はいはいはい、その金髪のメッシュなんだけど、多分めちゃめちゃビビって、ほんの少量のほんとちっちゃい束の金髪メッシュをちょこちょこってやったんだけど、あんまその見た目変わんなかったんだけど、染めたわっていうのが小学6年生、自分の中でね、あーなるほど、染めちゃった。なんか染めるのに対してさ、結構なんか大人になるじゃないけどさ、もうお酒を飲むみたいなさ、ちょっとなんか一つ階段登るやつね、世界が変わるって感じしたからさ。二人は染めたの？僕は小3ぐらいでした。小 3？ 何色にしたの？あ、でも僕も最初メッシュに入れて、でもサッカーやってて、うん、もう本当にそのサッカー選手がみんな染めてるっていうので染めたんですよ。へ、学校は大丈夫だったの？あ、全然大丈夫でした。なんでちっちゃい頃は小3、まあそうですね、小4ぐらいはもうなんかその時メッシュ入れて、小5ぐらいで普通になんか茶髪金髪みたいになって、マジでみたいな。え、通常で？そうですね。マジで？で、中学行くタイミングでさすがにお兄ちゃんにやめろって言われて黒くしました。あ、まあ、中学行ったら中学はちょっとね、ちょっとね、大人のフィールド入るからね、一個中途半端に生きたらな。いや、そうそうそう、行かれちゃう、行かれちゃう、出鼻くじかれる可能性あるしね。僕でもランピジになってからかな。でも金髪じゃなかった？あ、最初の。あ、そうや、EXPG 入ってからや。あ、金髪のイメージあるな。いきなり真っ金にしたんやね。いきなり真っ金です。金のイメージあるもんな、一番最初の子。いきなり真っ金金に。それまではだから水泳やってて、水泳っていう人ってもともと髪の毛の色素抜けやすいんですよ。あ、よく言いますよね。で、もう僕地毛がほぼ茶色なんですけど、明るい濃い茶色、焦げ茶みたいなんですけど、だからよくその頭髪チェックで引っかかってますよ。染めたり、いやいや染めてないですよ。そんなことあんねん。これはちょっと危ないね。いや、水泳やっててって説明したら正解だったけど。確かに水泳やってる子ほぼみんなそのなんか夏とかめっちゃ目立ってた。そうだ、塩素ついた髪が多分日光に当たって、それ多分だと思う。へえ、もう子供できたら水泳やらしたいな。いや、やらしたほうがいい。水泳さやったらさ、だって自然じゃないけどさ、体型とかもやってないしさ、はいはい、男の子やったら特にさ、確かに確かに、なんかやらせたいなと思うんだよ。だって小学校の時の水泳の時間なんてめっちゃヒーローでしたよ。あ、それこそ、まあ、そうで、だってかっこよかったもん、あの泳げる人、そこに沈んでる宝を取るみたいな。ああ、やった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 。あん時も無双っすよ。潜ってもうこの状態でこうやって泳げるんで、ここにグワーって集めれる。ああ、確かに。あれはそのまま上に上がってバーンって投げて自分のところに置いて、そのままもう一回潜ってグワーってやってます。強いな。確かにね。中学の時はだから一レーン僕専用のレースコースがあって、自由に泳いでていいっていう時間があって、もう練習しとけよっていう。水泳いいっすよ、スーさんの。ああ、そっか、俺か。え、でも小6は、うん、小学校正直、うん、まあ、ピークと言っていいほどめっちゃモテたんですよ。おーい。で、ただバレンタインはなぜか本当にギリチョコがめっちゃ多かって、でも、うん、学校でそれでそのバレンタインの日に、いやもう今日俺はみたいな、うん、もうちょっと入るじゃないですか、自分のゾーンみたいな、うん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 、でも全く本命もらえなかったんですよ、僕その時、うん、で、うん、家帰って、うん、まさかなと思ってポスト開けたら、うん、本当に入ってたんですよ。で、本命チョコ、本命チョコ。え、でもこれは本命の手紙が書いてあって、うん、でも女の子の字でちゃんと、でも名前が書いてなかった。痛恨のミス。そこは痛恨のミス。なんでみたいな。うん、思い当たる子はいなかったの、その時に。いや、一人いて。いたんだ。おーおーおー。で、それが中学校1年生ぐらいになって発覚したんですよ。おお。でも、その中学校1年生の時にはその子引っ越しちゃって。うわ、もうそこから会ったことないです。おい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 、こんな楽しませてくれるなんて聞いてないぞ。そうなんですよ。いや、ちゃんとドラマできてるやん。そうなんですよ。見てるかもしれんね、もしかしたら。もしかしたら、なんでちょっとまた、あの、実家のポストに送っといてください。実家のポストにチョコ急に買うやろ。ちょっと、そう、すごいやん。そうなんすよ。それはおもろいな。ちゃんと持ってたやん。
いやそれが本当にでも小学校のなんかほろ苦い思い出というか、うん、懐かしいね。楓ってさ自信満々に「はい」って言った時は結構滑るのにさこうなんか「あ今すか?」みたいなタイミングで言ったらバコンって逆だよな。いや正直ちょっと不安やった。そうですね、多分あのめっちゃ薄いのをこう引っ張んねんやろうなと思ったら、いやすごかった。そうそうそう、ごめんちょっと見くびってた。いやいやいや、すまない。ストーリーがねちょっとねやっぱずっとある、うん、なんかその思い出は。よかったよかった。一番好きな給食なんでした？揚げパン。給食揚げパン、揚げパンね、めっちゃ好きでした。俺あの春雨とうずら卵とかが入った。ああいい、はいはいはい。大カツでしたっけ、なんかスープみたいなやつ。あれめっちゃ好きだった。好きだった。干し椎茸みたいな入っててさ。はい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 、はい、好きだったあれ。はい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 、かな。あれなんやろな、結構無難にピラフとか好きだった。ああいい。いいっすね、小数だ。なんかどっちかっていうとコッペパンとかのパンよりも俺米の方が、まあそりゃそう、間違いない間違いない。クジラの唐揚げとか美味しかったっす。食べたことないっすか？ないな。クジラの唐揚げとか出てたんですよ僕らの給食は。でもあれです、硬くてあキュッキュッってなるんですよ噛んだら。あーなんか想像つくなあと俺乳麺とかさ、ちょっとあったけど、もうちょい醤油足したかった自分。はい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 、ちょっと健康だから。本当に優しい味の乳麺やったから。めっちゃあったな好きなご飯。あとキュウリとハムと、あとそれこそまた春雨みたいなやつなんですけど、なんか消化でチュルチュルなるやつ。何やったっけ。いや春雨じゃない、マロニーか。マロニー、マロニーとハムとキュウリのやつがあるんですよ消化図で。ああちょっ、ん、味付けは、味付けはなんかわかんない、なんか酸っぱい系、酸っぱい系。ああ分かんない、あかんない。わあちゃんちとか今出てくるやつ。そうそうそう、あれめっちゃ好き。ちょっと上にごまとか。そうそう、あ分かる分かる、あれめっちゃ好き。あ確かにあれうまいな。中華サラダっていうのか、中華サラダや。あめっちゃ好き。確かに確かに確かにあれ好きやったな。チュルチュルって呼んでましたもん。チュルチュル、確かにチュルチュルしてるしね。チュルチュル。今の給食とかどんな感じなんやろうな。なんかパワーアップしてそうだな。なんか久々食ってみたいけどな。確かに。でもなんかあるらしい ね, ね, ね、ありますよね。えコンセプト決まってて、本当に何曜日はこれですみたいな。お店にはお店があるってことですか？お店があるらしい。へえ。なんかネットでしか見たことないけど。行ってみたいな。本当あのね、机と椅子のあの、ね、マジだ木の椅子みたいな。で黒板になんか日直書いてある。今日の給食の値段とか書いてあったりする。値段、ああそっか、飲食店、飲食店。ああでも確かに久々に食べてみたいかもね。うん、懐かしいな、あのパキッてあってこうやってやってたやつとか、マーガリンとか。あこれね、これついてるやつ、パキパキってやったり。懐かしい、懐かしいよな。牛乳じゃんけん参加してた。やったやりました、やりました。した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 。え、どっちやった、瓶かさ、パックか。パックですね、パック。俺瓶やってんな。絶対くれる子2人ぐらいはもう確保しとくんです。うん、でもらった上でじゃんけんしちゃったから。牛乳そんな飲んだらさ、腹下さんの？下さなかったですね。あの時だもう下してたかもしれないですけど、それよりかは飲みたいっていう欲が。なんで牛乳なんやろうな。今だって飯食うとき牛乳あんま。いや多分お茶がいいってなるよ。お茶水。冷たい飲み物飲みたかったんです。冷たかったら何でもいい。夏場とかなんかあの水道とか正直嫌だったじゃないですか。いやぬるい、ちょっとぬるいもん。おった、このさ蛇口こうピクってやってこう上に上にやってこう、俺こうやって飲んでたら分かれんねんな。それが一番の綺麗なんです。こっちが衛生的なんよ。もうだって蛇口つけてたもんな。いましたよね。たよ。いやいや、つけんといてと思いながら。もうパクって言ったもんな。あれ嫌よね。確かに。今とか言っちゃあかんやろな。いや、マジ一番ダメだと思う。そうですよね。ほらもう。あったわ。いたいた。蛇口くわえてたもんな。くわえた飲みづらいよな。飲みづらい、飲みづらい。飲みづらい、飲みづらい。懐かしいな。
あん時ってもうほんと本能のままだからおもろいよな、ちっちゃい時って。いや、いい話出てきますね。懐かしい。そんな懐かしいエピソードの一つや二つも出てくるんじゃないのかな。そうそう、まあ僕たちもね、小学生役を務めるということ。そうそう、だから出口に加えてるのは高井でとかだよ、多分。あ、ポーやもん。ポーやもん、確かに。いや、楽しみ。そういう姿もしかしたら見れるかもしれないですね。まあ、いいですね。こうやって思い出ね、振り返ることもやっぱ役に生きてくるかもしれないですからね。そうそうそう、ちゃんとあの時どうしてたとか。いいですね、面白そう。皆さんもうチケット選考やってくれましたか？本当今日までなんでね、ぜひ1828人の方、ぜひ今ね、ぜひ、うん、今日までなんでね、ぜひぜひ見に来てください。お願いします。お願いします。大切なことなのでもう一度言います、はい、1月27日から2月5日シアターミクサ池袋のね、劇場でございます。しかもね、ちょっとね、こうキュッとなってる劇場なんで、はい、多分ほんま双眼鏡なしで見れますから。あの、マジ距離近いですね。めっちゃ近 い今までで一番近いんじゃない？多分近いね。だし多分あのマイクもつけへんからさ。そうですね。こんだけちっちゃいっていうかね、はい、そのこうみんなと近い距離で行けるんで、はい、いい距離だと思うな。だからぜひ、もう僕らの本当声量聞きたい方は要するにさ、ほぼ3人だけでさ、2時間の舞台。いや、やばい。単純計算で1人45分ぐらい、そうです、喋る、こう話すわけですから。コニーの時なんて80文字しか喋ってないですからね。改正のまあね、あのフィクメンディーとかもあったけど、舞台としてのこうセリフを聞きたい。そうです、改正ファンの方々また変わりますからね。80文字っすよ。80よ、80。ちゃんと数えてる。もうだって今日喋ってるあれでも、いやもう多分5000は言ってるよ、この喋ってる時は。希望って書いてある。そう、希望3文字だけの時もありましたからね。出て3文字喋って引っ込んだ。ぜひ、うん、ぜひですね。まあそんな感じでございますわ。はい、なのでスーさん、最後思い残すことなく来た。この振られるとね、彼は危ないんだよ。危ないよ。振られると彼はやっぱり。ね、健太さんもこうしてピックスで書いてくれました。皆さん、これ健太さん書いてくれました。暇だから書いた。ピックスリー。最後にみんなじゃあ、はい、集まろうよ。あ、いや実はね、ここの画面外にメンバーが何人かいる。そう、本当の放課後チルタイムしてるんです、ここで。相当チル。確かに、放課後チルタイム。みんなじゃあ、最後だし集合しましょうか。ちょっと。ぜひ見に来てくれますよね、ケントさん。もちろん。跳ねてるし。そうよ。本当？メンバーの方が。さあ、見に来てくれますよ。いや、いっちゃん来そうやな、これね。来そう。毎日行く。毎日行くはおかしい。じゃあ、もうあの差し入れだけ毎日お願いしますね。良さげなやつ。差し入れおじさんいるから。ああ、確かに。結構稽古場に。エターナル見に来てくれましたからね。いいもの差し入れする。エターナル見。あれステージ上も上がってましたよね。あ、そうだ。してましたもんね。おっか差し入れする。ああ、ありがとうございます。小6だから。あ、そうか。小6だから。ちゃんともう小6だから。最後、スーさんお願いします。じゃあ、皆さん、ピック3ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。それでは、ありがとうございました。おー、最後の最後まで。ありがとうございました。最後まで盛り上げ上手。ありがとうございました。